あ、すいません、話しかけて、関電の高浜原発の話ですけど、1号機2号機運転延長のために特別点検を行うと今日やり社長が入っていました。特別なんです。特別点検、普通の点検よりもちょっと踏み込んだお金もいっぱい使って、かなり詳しいものを詳しい点検をしていて、で、まあ、それを、規制委員に申請して、で、まあ、40年以上、まあ、最大20年間運転延長を目指していく、そういうふうな記者会見。あれ、高浜って高浜どうなってたんでしょうか。3と4についてはえっ、ー、と安全だと認められたのは3と4。あ、そうなんです。1と2については、これこれどうするかっていうの判断を小渕さんが求められてたっていう。位置取りはだから老朽化ですね。そうですね、もう40年経過してます。いや、もう40年経過して老朽化してるんだったら基本的にはもうそれは廃炉にしていくべきなんじゃないですか。だから本当に新しい技術によってね、新しい原子力発電所というものができるんであれば別ですけども、もう古いものっていうものは淘汰させて、これは僕らが考えている市場原理に基づいた原発フェードアウトの考え方からすればですね、古くなったものはもうそれは廃炉にしていく。ただ原子力技術を全て放棄するとは僕ら考えていませんので、ね、特に使用済み核燃料の最初に使用済み核燃料の最終処分においては、実はこれ今日本が取ってるね、ピューレックス法という乾式の使用済み核燃料の再処理方式ではなくて、湿式というやり方を用いれば、ね、使用済み核燃料の最終処分が非常にやりやすくなるという、そういう技術もあるわけですから、まだ十分に確立はされていませんけど、そういうところを模索していくと、要は使用済み核燃料の最終処分というところに焦点を当てて、原子力技術というものをある意味さらに発展させていくという、僕はそっちの方向性に行くべきだと思ってるんですけども、古い原発を延命させるっていう方向性で、原子力技術をねもう使っていく時代ではないと思いますけど、だから核燃サイクルについても市民運動的に原発ゼロゼロと叫ぶ人たちは、核燃サイクル何でもかんでもそれは認めないという人たちが多いんでしょうけども、僕は今の六ヶ所村が取ってるね、ああいう形でのいわゆる乾式の非常に純度の高いプロトニウムを抽出するようなね、乾式の再処理はもう無理ですよ。これはこれはもうなかなか無理だけれども、この湿式のね再処理っていうものは可能性があるかもわからない。これは原子力発電所をガンガン推進するというよりも、使用済み核燃料を30万年ぐらい無害化するまでかかるものがですね、300年ぐらいに圧縮できるという、そういう技術というものがあるんであれば、そういう使用済み核燃料の最終処分をどうやっていくかという方向で原子力技術というものをさらに磨きをかけるとか、それを研究していくというのは、僕はそれは今完全放棄していませんので、ね、だからちょっと古い原発を延命させるという方向で最新の原子力技術を使っていくっていう、そういう時代ではないと思いますけどね。